こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の国防を考えてみると、例えば空ならステルス性能の高い F-35 シリーズなどの戦闘機、海なら空母化が想定されている護衛艦いずもなど、優れた兵器を備えることによって、以前とは違う戦術や戦略が実行できるようになってきています。このように戦術、戦略のパラダイムシフト、今まで価値観や考えが真逆に変わることを予測させる状況ですが、東西冷戦終結後、動きが少なかった陸上兵器においても、同じ動きがあるようです。現在、世界の国々で注目を集めているものがあるそうです。その陸上兵器とは、自衛隊では機動戦闘車と呼ばれている兵器ですが、この機体は今まで戦車が担っていた機能の一部を補える兵器と言われています。2016年の予算から調達を開始した16式機動戦闘車が、陸上自衛隊としては初めてその分野の兵器として採用したものでした。この16式機動戦闘車ですが、外観は上部に旋回式の砲塔を備えており、素人が見たらこれ戦車だよねと言っても違和感のない外見をしています。そもそも戦車と機動戦闘車の違いは何なのかということになりますが、機動方式要するに足回りが無限軌道なのか車輪軌道かという点が最初に指摘されるところです。無限軌道というのはいわゆるキャタピターのことで、一般的にはブルドーザーなどの足回りに使用されていますね。もちろん、従来の戦車の足回りもこのキャタピラーです。軍事用語では、離隊と呼ばれているそうです。余談ですが、このキャタピターというのはアメリカの、キャタピター社に登録商標されている固有名詞です。わかりやすい例えで言うと文房具のステープラーが、ホチキス、という名前で一般的に通じているようなものと思ってください。さて16式機動戦闘車ですが、8つの車輪とタイヤを備え、時速約 100km での走行が可能です。戦車でも最新式の10式戦車の最高時速が約 70km ですから、比較するとかなりのスピードと思われますね。優れた機動力を持っているという証拠でもあります。16式機動戦闘車のサイズですが、全長 8.45m、全幅 2.98m、全高 2.87m、そして重量は約26トンです。10式戦車が全長 9.42m、全幅 3.24m、全高 2.30m、重量が約44トンですから、少し小さめサイズという感じですね。言うまでもなく、戦車は戦場で使用される兵器です。そこまでの移動中に故障などあっては役に立ちませんから、専用トレーラーなどで運搬する必要があり、自らの力で動くのは戦場に到着してからとされています。そのため、戦場までの悪路等を走り抜く性能は多少戦車に劣っていたとしても、通常の移動が自力でできる機動戦闘車がスピーディな展開を期待できるものとして考えられているのです。
前述のように16式機動戦闘車は寸法的には10式戦車と比べてもさほど小さいわけではないのですが、航空自衛隊の新型輸送機 C2 なら約30トンまで積載できるということですから、16式は空輸にも一応は対応できる仕様であると思われます。ただし手法を比べるとは、16式機動戦闘車は52口径 105mm ライフル砲を載せていますが、10式戦車は44口径 120mm 滑降砲ですから、10式の方がパワーがあります。手法から見ると16式の威力は10式より小さいのですが、これは軌道が車輪であることにも一因があるそうです。無限軌道キャタピラーのように安定した状態で機体の姿勢を制御できないので、反動が少ない小さい口径の手法を装備しなければならないという構造上の特性があるのです。確かにガタガタ揺れる機体の上に手法を積むというのは管理上も難しいものがあると思われます。といっても16式には10式戦車で培われた優れた技術、射撃反動の制御や射撃統制の仕組みが組み込まれているので、移動中も高精度な射撃が可能になっているそうです。その反面、かつての主力戦車74式戦車の主砲弾を流用できるそうなので、同等の砲撃力を持つことに加えて、最新の 105mm 砲弾であれば 120mm 滑空砲弾と遜色ない威力を備えたものも存在していると言われます。16式は敵の主力戦車に正面から向き合って砲撃戦を行うような運用は想定外として、あくまでもスピーディな火力支援という目的を最優先にしているので、今のままでも十分な威力となると考えられているのです。また機動戦闘車という概念そのものには、正規軍との交戦ではなくゲリラやテロ戦闘に向けた兵器という性格が含まれていることも考えるべきポイントと思われます。要するに広い場所で大軍との正面戦闘ではなく、狭い場所や悪路などで少数精鋭部隊相手の戦闘を想定した兵器というわけです。だからこそ16式には小回りが利き、迅速に動くということに重点が置かれたのでしょう。陸上自衛隊においては、削減が進みつつある戦車の代替として、離島の防衛を含めた作戦行動が可能な車両こそ16式機動戦闘車であると、位置づけて配備を進めているようです。東西冷戦時代には、ソ連軍が北海道への上陸することを想定した、陸上戦闘訓練が行われていました。この想定を発展させ、現在では旧ソ連の代わりに中国軍による離島上陸に対応できるものに変化してきたと考えることができます。万が一、こうした事態が発生した場合には、中国軍が大きく重い戦車を揚陸させてくることはあまり考えられないので、まずは、機動力に長けた兵器で制圧するのが常道と思われます。16式機動戦闘車の攻撃力と防御力でも対応可能と推測されるのです。16式機動戦闘車は導入計画によると200両と言われていますが、単純に予算総額で数両を割ると1両あたりの価格が 7.2 億円ということになります。ちなみに10式戦車は1両あたり約 9.5 億円という価格なので、
コストパフォーマンスが良いとは言い難いですね。また、16式の開発にあたって、一番参考にしたのはアメリカ軍が、採用している M1128 ストライカー MGS という車両と言われていますが、これよりは16式の方が格段に大きいし、重いのです。M1128 ストライカー MGS のサイズは全長 6.95M、全幅 2.72M、全高 2.64M、 重量は約 18.77トンですから、16式の大きさがわかりますね。大きく重いという根本的な理由は、スピーディさを重要視したとは言っても、重量のある戦車との戦闘を考慮して、敵への砲撃の正確さを必要以上に求めたためであると、一部の人たちに指摘される理由になっているそうです。以前よりは、日本の武器輸出のハードルは下がりました。しかし、16式機動戦闘車が他国へ輸出されることはないだろうと思われます。というのは、16式の性能が合理的かどうかという判断は、実戦での運用がないために、簡単には下せないというジレンマがあるからと推測されるのです。